はい、愛好家さん。自分で孵化させてるんですか、ウッカって。生まれた時にこう、ひよこの頭がもうなんか、コブみたいのができてるんですよね、もう。それがもうボンバーヘアになっちゃって、いろいろと白コッケ買ったんですけど、今はもう時間ないんでやめてます、はい、おー、コイさんいろいろいるんだ。これはろ過装なんですか。へー、あー、いろいろ入ってますね、ミニの。お邪魔します。あら、おしゃれ。あー、いいですね。実際も入ってますね。あ、壁外に増築されたんですね、ハウスを。いろいろ多趣味が伺える、遊び心がある。本当だ。ケゴ水槽で育ててる。餌がやっぱり必要なんで、でもまあこうやって楽しみで飼われてるってことでいいですね。これはこれで面白い楽しみが。ケゴ水槽から見るってちょっと新鮮です。あ、これケゴから大きくなった鯉。これは三毛ですか。そう、三毛。良さそうに、なんか一歩変わって良さそうになりそうなのも。あ、綺麗ですねこれ。嬉しい。え、これ今年の子ですか。はい。あ、じゃあ4月だと2ヶ月経ったやつですね。じゃあ、え、上手に飼われてますね。今年の子可愛いですね。2ヶ月経った子、水槽で。楽しそうですねこれは。多分管理とか大変ですか。掃除とかないですか。いいですね。これでも餌与えてどんどん大きくなりそうですね。調子も良さそうですし、まあ、眠り病とか気をつけてもらえれば、これから二歳魚の水とかで眠り病とかになっちゃうんで、まあ、調子悪くなったり横に寝ちゃったりとか、エアーのところに固まったりとかしたら、もうすぐ塩と、まあ、消毒をすぐ。あと本当環境悪くなったりとかすれば、調子悪くなったりとかあると思うんですけど、いろいろな病原菌にも感染したことない無菌の魚なんで、人間もそうですけど、いろんな病気に感染して大人になって今が出来上がってるんで、やっぱりそういうのも恋も一緒なんで、何もしなければもうバタバタ調子悪くなるだけなんで、それだけ気をつけてもらえれば、こういうのは搭載は混ぜないで水槽だけで飼っててもらえれば大きくなっていきますよ、このまま。あと数がやっぱり多くなれば間引いていく必要もありますから、やっぱりある程度間引いて数を10本とかに厳選してもらえれば、まあ間引くっていうか人にあげたりとか、どっか近所の子供にあげれば、それだけでまた錦鯉好きが増えるんじゃないですかね。単調みたいなのも。あ、ろ過装を自分で作られたんですね。すごいですね。お、水がきれいになってれば基本の大丈夫なんですけど、そこが全部こう流れるとこですか。ポン抜き状態な感じ。あ、これがポン抜きであるんだ、はい、でも水きれいですもんね。まだ、うん、あ、じゃあちゃんと沈殿するところさえあればそれがいいんじゃないでしょうかね。上水が工夫されてすごい器用ですね。自分でしてこうやって楽しむのも錦鯉ライフなんで、そういう楽しみ方もありますよね、自分で工夫するっていう。おー、すごい盆栽が。これ皮むくのかな。すごい。40代ですよね。40代で盆栽。ちょっと私と同じ年代で渋いですね。錦鯉と一緒で。いや、盆栽の見方がちょっとわかんないですけど、なんかすごいですよね、この。
松。いや盆栽も奥が深いんでしょうね。男の隠れ家、焼肉スペースがある。小屋の中に焼肉スペース、なんか男の隠れ家って感じで。え、ここでお酒飲んだりとか。最高っすね。恋眺めながら焼肉、友達と学徒男のたまり場って感じですね。マキタも切りないですからね、買うとね。それなりにもうマキタ沼ってあるぐらいで、もう揃えるだけで今日はイカ釣りの船。いやでかいっすね。すごい。いや初めて乗るでかい船。何メーターぐらい落としてイカ釣りするんですか。100メーターぐらいのところ。200メーター。このラインで200メーターあるんですか。250。でイカがどんどんここに、あ、イカがここにポイ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 って入って流れていくんだ、水で。すごいシステムだ。あ、ここにイカが落ちて流れていくんだ。おすげえ。でもかっけえ。すげえケーキが。ソナー、ソナーと2つ、これが魚探、レーダー、超音波、GPS。 日本各地の海に全部使いこなしていくんだ。あ、全部機関からカメラがあって。操舵席かっこいいな。そうだ、あ、全部見れるんだ。バッテリーとかなんですかこれ常に。電気起こすの、陸から電気取って。あ、今陸電取ってるんですか。ここで、寝泊まりをするここです。あ、これでマグロの生え縄もするんですか。でどこから後ろから上げるんですか。ここからマグロ上げれるんですか。あ、ここ作業部屋。あ、こっからマグロあげるんだ。あ、かけて、はあ、でここで処理して。あ、広いんですね。これを上げ下げすることによってイカをこれで釣れるんだもんな。でも今年はマグロが増えすぎてイカが取れないらしい。マグロがいすぎて全部イカがいなくなって、イカ漁師さんが困ってるらしいですね。マグロを守りすぎてますからね、今。マグロを守りすぎてイカが不良らしいです。イカが上がってこないらしいですね、マグロに怯えて。マグロだらけ、今、海は。あ、そうですね、ぜひ。すごい。お前誰ですか。なんかすごいでかいのが上がってきた。なんだこれ。なんかサメ、星ザメでもねえな、サメだった。なんかすげえ引くなと思ったらすれがかりのサメかよ。残念、すれがかりのサメでした。かわいいですね。刺身で食いたいと思います。お腹すいた。お昼ご飯食ってないんでね、こいつお昼に食いたいと思います。アイナメですね。ホッケかと思ったら洋型のアイナメ。